こんにちは、アスカです。本日はですね、またもや飲み歩きに行きたいと思うんですけれども、さきのさんというところに行こうと思います。見てください、ちょっと本日はちょっとすごい格好なんですけれども、自分で言うんですけれども、ね、行く途中になんか今日私もちょっとなんか攻めてんなと思って、この髪型とかもねと思って歩いてたんですけれども、なんかね、歩いていくとですね、結構あのイケメン VK アイドルみたいな感じのイベントがあったんですね。なんか来てる女の子がみんな結構なんか私みたいなね格好をされてる方が多くて、なんかめっちゃ馴染めてましたね。はい、ファンの一人みたいな感じで、はい、通ってこれたんですけども、だからね、人目気にすることなく来れたんですけれども、こういう感じに見えてめちゃくちゃ、お上品に飲むんかいというギャップで攻めていこうと思います。はい、車多めですね、この時間。もうホルモンが大好きででしてね、ホルモンのもつのねお店みたいなので楽しみでございます。仙台銀座、ここかな、予想で入ってる。ちょっと行ってみます。仙台銀座ってなんか聞いたことある。え、すごい、東京の銀座より全然好きかも。とっても素敵すぎる。キャー、はい、5時からありがとうございます。あ、すみません、キリン一番搾り中蒸気で、生中でお願いします。生中一丁。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、白とガツと鉄砲、頭のたたき、つまみ鶏チーズと上ハン、はい、でお願いします。中さん、チーズ、こちらの一丁ずついただきました。はい、お客様からからし、ラーシチム、エリゴマの3種類。はい、下に下ろさず、ここに置きっぱなしで、はい、わかりました。じゃあここからこう取っていく。そうです、そうです、そうです。Thank you.
ですね。全部うますぎます。中です。めちゃめちゃうまかったで、あのね、全国民男子、全国民男子にお伝えしたい。マジで女落としたいならあの店行きやー言うて、ほんま。例えばまあ初対面でお会いします。で、私居酒屋好きなんです。僕も居酒屋好きです。今度飲みに行きましょうってなるじゃないですか。でもあの、まあ、行くにしても、あの、やっぱお店選びって、なんか、まあ、人の価値観によりますけど、大事になってきたりしますよね。でも、あのお店に行けば、なんということでしょう。すごく、大衆的にも飲めるにもかかわらず、なんか、すごく特別な、高級料理店に来たような気分にもなれるという、何この気分は、という感じの居酒屋でございましたので、全国民男子、仙台に来た際は、居酒屋に迷っている際は、さきのさんに来てください。予約は必須かもしれませんけれども、それでは見てくれてありがとうございました。バイバイピー。なんかもらったんだか。なんか知ってるお店と思ったら、この前行った鶴亀さんの系列店やった。全てが分かりました。だから最高のお店だったんですね。鶴亀さんも大好きなんですよ。全てが解決しました。私は探偵でございます。全てがこの紙1枚で解決いたしました。それではまた見てねー。